あと最近突然突然ちょっと今の現在のレース、まあ私本当に2015年ぐらいがあんまりレース見なくなったんで、レースもラリーも見なくなったんですけど、まあヤフーニュースとかですね、まあ各種雑誌でちらほら見るぐらいになっちゃったんですけど、スーパー GT で突然なんですけど、R35GTR から Z に変わるっていうような報道が出ましたね。私は前々からまあちょっと思ってはいたんですけど、本来スーパー GT に出る適した車種というのは私は Z だと思うんですよね。ツーシーターでも OK だし、で前後が低い作れますよね。だからどうしても四駆の箱である GTR はですね、どうしても空力的にも不利になるというふうに常々思ってました。でスーパー GT、まあ、前は JGTC って言ってましたけど、 GT での GTR はですね、四駆じゃなくて FR ですね。 GTR 得意の四駆でトラクションを稼ぐということができないレースですね。肉で、これはもう当時の長谷見選手さんが、してきた、これだけの馬力なら肉で十分というところから始まって肉なんですけど、 FR なんですけど、それとあと、まあ、市販のもうデザインだけですよね、流用してるの今の GT は。共通モノコックって確か言ってたと思ったし、エンジンも全然違いますもんね。だそう考えると、Z、フェアリー Z の方が、より適した、車種だったんだなと前々から思ってきて、今変わったからというわけじゃなくて前々から思ってました。それで結局 N1 スーパーサイクルちゃったかな、ノーマルの N1 耐久の後の始まってるレースも、Z が前参戦してましたよね。今もしてるかどうか分かりませんけど、Z33、参戦してましたね。 Z34 でも参戦してましたね。だから Z の方が本来的にはまあ適したのかな、適した車種選定だったのかなと思うので、まあ、今回の、まあ、GTR お疲れ様でしたっていうことなんですが、GTR ですね、やはり箱の4人乗れて、あるいは5人乗れて、それでレースをするようなカテゴリーで本来であればまあ活躍すればいい車なのかなというふうには思います。で、まあ、雑誌とかによるともう GTR の、ボディ形状的なこのデメリットは結構多く書かれてたので、まあしょうがないのかなというところもありますね。 Z の方がだから多分空力的にいいんでしょうね。まだ発表されたばっかりですけど、Z にですね、なんですか、日本レーシングエンジンっていうんでしたっけね、GT 共通のエンジンを積んで、こうゆくゆくはなんかE フュエルつって環境に優しい燃料を使うそうですが、そちらでまあ、まさしく本当に Z のボディ形状を生かした、レースをてくれることと思います。でちょっと安心したのは R35GTR はまだ生産し続けるというので、まだ進化してくれるだろうと期待します。以上です。突然ちょっとスーパー GT の話をしてしまいました。ありがとうございました。